はい、どうもトラキチの無課金覇王ロード阪神十世編です。今日で6インガー、1832日目ですね。はい、現在2024年6月22日の、17時20分なんですけども、今回ですね、ネットスタジアムですね、あと4日と21時間残ってるんですけども、一応累計の方終わりました。はい、累計の方終わりましたんでね、こちらですね、累計集客数報酬ですね、こちらですね、Sランクタイムスリップ契約書第3弾、これ開封したいなと思います。はい、まあ一応ね、A ランク以上確定スカウト5回しまして、その後、ガチャの後使ったエナジーは53エナジーで、まあ、累計ここまで終わったかなという感じですね。はい、まあランキング走る可能性ももちろんあるんでね、これで岡田さん出なければね、もうランキング走る覚悟もあるんですけども、ぜひね、この岡田さんもう絶対欲しいんでね、出てほしいなと思ってます。はい、ぜひ出てほしいですね。はい、それでは行きたいなと思います。はい、いやー、ここ出てほしいですね、マジでね。はい、これですね。はい、Sランクタイムスリップ逆転第3弾、ネットスタジアムの累計、欲しいのは岡田監督だけです。行きます、お願いします、来てくれ岡田監督。さあどうでしょう、さあ来い、演出渋いな、大丈夫かな、バット当たらへん、バット当たらへんなか、岡田監督頼む、来い。んー、ちょっと似てたちょっと似てたわいやマジか一瞬喜びかけたな井上選手ですね、ロッテの井上選手ということで、残念、もうしゃあないですねこれはね。いやー、なかなかね、スペシャルリアリティ系は一切来ないですね。まあしゃあないですね、うん、残念、残念ですけど岡田監督欲しいんでね、ランキング走ります。はい、ちょっとね、そうですね、一応ランキング確認しておきますね。ランキング方式ここですね、3枚ですね、Sランクタイムスープ選択契約書第3弾、Sランク特攻持ちですね、ここを目指して、まあ、一応以前ね、持ってた岡田さん、OB の、ね、岡田さん持ってるんで、岡田監督持ってるんでね、Sランク極みで持ってますんでね、もう1枚、この2枚、ここですか、1万円とかじゃなくね、こちらで十分なんでね、今回も A ランク2枚もらいましたんでね、はい、まあ、そうですね、頑張って。ランキング走ろうかなと思いますね。はい、まあそうですね、頑張ります。はい、やっぱり累計出ませんでしたね、残念ですねほんまにね。はい、いつねこう OB とかタイムスリップとかね来てくれるんかなと、累計でもうなんかもうそうですね、エナツさん以来だいぶ前ですけどね、 OB のね、エナツさん以来タイムスリップ OB は一切来てないんでね、ぜひまあ今回来てくれるかなと思ってたんですけども、残念ながら来てくれませんでしたんで、まあ1週間、まあ1週間といってもあとまあ、5日弱ですけどね、頑張ってランキング走って、まあ、エナジーも多分いけると思いますんで、ランキング走ってね、岡田さん、岡田監督獲得したいなと思ってます。はい、はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラキチの無課金覇王ロード阪神十戦編でした。